日本の専守防衛も反撃能力獲得へと舵を切る中、次期イージスシステム搭載艦の建造内容について、詳しく見ていきます。今回、反撃能力で、どれだけの装備が必要なのかも、見ていきます。高額なミサイルで、どれだけ損害を与えるかが鍵ですね。日本周辺の反日感情むき出しの国々が、我が国を攻撃できる弾道ミサイルは、質量、種類ともに多数存在しており、専守防衛能力の向上は、喫緊の課題となっている。防衛省は、我が国を脅かす弾道ミサイル攻撃から、国民の生命、財産を常に守り抜くための能力を抜本的に向上させるため、イージス・アショア2機を導入すると、2017年に決定した。ちなみに、イージスという言葉は、ギリシャ神話の女神アテナが用いる盾のことを指している。しかし、2020年12月18日、専守防衛を理解しない為政者のせいで、いくつかの問題点を解決できず、イージス・アショアの配備を断念することとなり、代替案として、既存のイージス艦よりも、はるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備することを発表した。敵国は、保有するだけミサイルを発射できるので、単純に迎撃するだけが、防衛とは言えない。2022年12月16日に、敵国のミサイル発射基地などを潰す、反撃能力の保有を明記した、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定された。我が国の周辺では、北朝鮮が無鉄砲にミサイル発射を繰り返し、ロシアはウクライナを攻撃しており、矛先をいつ変えるかもわからない状況である。さらには、中国の軍事力の整備も急激に進んでおり、日本は最悪の事態も見据えて、迎撃防衛から反撃能力を保有する防衛へと安全保障政策を大きく転換した。反撃とは、すなわち敵が日本を攻撃した手段を根本から叩き潰して再攻撃を阻止することであり、敵の攻撃を理由に敵地攻撃をすることではないため、限定された目標攻撃となる。その反撃手段としては、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展すると言われている。それぞれが担当とする専門部隊が能力を保有し、イージスシステム搭載艦については飛んでくるミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきなのだ。言わずもがな、海を渡ってくる敵国のミサイルと、その発射母体を撃滅することが、イージスシステム搭載艦の任務である。2022年12月16日に、ウクライナは、電力不足により、全国で緊急停電を実施したが、その理由は、ロシア軍が放った98発のうち30発ほどを迎撃に失敗したミサイルが、電力設備を破壊したからだ。演習や整備などのために、常時周辺海域で任務遂行できる艦数は限定されており、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りません。そもそも、迎撃するには、敵の弾道ミサイルの弾道の下で構えていないといけないわけだが、日本の周りで常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒上中海域を、日本海に最低でも2カ所、東シナ海と太平洋の計4カ所以上を設定する必要がある。つまり、各海域に常駐、訓練、補給、整備をローテーションで行うと、3隻は必要となるわけだ。また、洋上でのミサイルの再補給は、ほぼ不可能であるために寄港しなければならず、太平洋に1カ所では少なすぎるが、
太平洋への敵艦艇の進出は、事前に衛星などで把握することができるでしょう。つまり、4つの海域に各3隻を運用するため、計12以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるという計算になるのだ。確かに、海上自衛隊は、令和4年時点で、既存のイージス護衛艦を8隻保有しているが、これらの艦は、本来的に、護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦で活動している。そのため、我が国を弾道ミサイルの攻撃から守る任務を遂行する艦として、初めてイージスシステム搭載艦が整備されることになったと理解してくださいね。それでは、ここから実際に我が国を攻撃してくる可能性のある枢軸国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて見ていきましょう。まずは、世界の経済界をも牛耳る中国から見ていくよ。現在、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器をロシアと共に開発中である。ちなみに、マッハ5を超える極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道で飛ぶことができるため、探知、迎撃が極めて困難となる。さらに、中国は、巡航ミサイル YJ-18 を開発しており、それは、固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、最終的に、固体燃料で速度を上げて、目標に到達する機能を持っている。それだけに止まらず、YJ-18 を発展させた CJ-100、ディフェンダー100、コチ100を開発しており、このミサイルはターボジェットからラムジェットエンジンに乗せ替えて速度を上げ、射程も伸ばしてきた。これら、極超音速兵器により、日本の安全保障環境は劇的に変化しており、低空飛来する巡航ミサイルや極超音速ミサイルの迎撃は、非常に難しいと言われているが、イージスシステム搭載艦で本当に守れるのかも疑問だね。中国人民解放軍は、1966年に編成した戦略ミサイル部隊である第2砲兵軍を2015年にロケット軍と改名しており、日本を射程圏内とする信用基地では、射程距離 1750km 以上のディフェンダー21や DF-31 が多数配置されている。アメリカのナンシー・ペロシ下院議員の台湾訪問に合わせて、2022年8月に中国が行われた軍事演習において、与那国島からわずか 80km の地点に弾道ミサイルが落下している。2020年からロケット軍は、戦略抑止能力強化のための長期近代化計画を進めており、その年だけで250発の弾道ミサイル実験訓練を行っており、日本の防衛力整備計画も急ピッチで進めなければいけません。次に紹介するのが、世界一の独裁政治国家の北朝鮮だよ。北朝鮮は貧乏国と言われている割には、各種の弾道ミサイルの実験を何度も繰り返し、日本を射程圏内とする弾道ミサイルを多数保有している。2022年11月18日には、世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験に初めて成功しており、最高高度 6040.9km まで上昇し、距離 999.2km を、4135秒間飛行して朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に対して正確に着弾したらしい。2022年3月25日にはさらに火星15号を高度6000キロメートルに達した後、
1時間以上飛行させ、日本の排他的経済水域、EEZ 内に落下させた。その約半年後の10月4日には、火星12号を発射し、日本の東方約 3200km の太平洋に落下させており、その時の飛距離は 4600km、最高高度は 1000km と推定されている。いずれ、北朝鮮のミサイル基地が、日本の反撃能力を試す、一番初めの目標地点となるかもしれませんね。最後は、現在、ウクライナに対して、特別軍事作戦を決行しているロシアだよ。ロシアは、多種類のミサイルを製造しており、その中でも、カリブルは、今後数年間、自国の長距離攻撃の主力となるに違いありません。陸上攻撃型としては、既存の情報を総合すると、米国のトマホークに近い性能を持っているらしい。対艦攻撃型の終末弾道は、超音速に達し、致命的な兵器となり得ることは、間違いない。さらには対戦型も存在していて、これは、魚雷発射艦から発射する追戦ミサイルのスタンダード版となる。母体となる発射台は、地上の発射台付き車両、艦艇、航空機、潜水艦となっている。陸上攻撃型である 3M14T と 3M14 は、射程が最低でも 1500km を超え、なおかつ地形追従も可能としている。ウクライナでの特別軍事作戦決行中にもかかわらず、2022年11月18日に、ロシアは RS-28 サルマト、通称サタン2の実験に成功したと発表しており、プーチン大統領が2018年の年頭教書で、極超音速滑空、アバンガルドは、隕石あるいは火の玉のように目標へと到達し、ミサイル防衛システムは無力に等しいと発表していた。この国が北海道を本気で侵略しようと思ったら一瞬かもしれませんね。これら悪の枢軸国に対抗するためにも防衛力を強化し、一刻も早く戦える体制を整えなければなりません。